どうもアガポニです。今回はミロカロスの倒し方と入手方法についてです。それでは早速いきましょう。まずはミロカロスの倒し方からいきます。ストーリー上で出会って対戦するのはテラス池まで来た時になってますね。でミロカロスの弱点は草と電気なので、このどちらかの技で攻撃していけば楽に倒すことができるかと思います。レベルが高いポケモンであれば一撃で倒すことも十分できる相手になってますね。で気になる点としては、ここでミロカロスを倒してしまっていいのか捕獲はできないのかということだと思いますが、このバトルでは捕獲することはできないのでがっつり倒してしまって大丈夫です。というわけで、じゃあミロカロスはどうやって手に入れるのかということですが、現状ね、直接捕獲することはできないので進化前ポケモンを捕獲して進化させる必要があります。で進化前のポケモンはこのヒンバスになりますね。ヒンバスの生息地自体はこのテラス池付近となっているんですが、地表の池にはいないです。どこにいるかというと、こっちに移動していきまして、ここにね、穴が開いている場所があるので、ここから入って下に降りていきます。降りるとまた穴があるので、ここからさらに下に移動ですね。そうすると水辺が広がっている場所があるので、この辺りが生息地になってます。ただ 100% 毎回いるわけではないので、付近を探していない場合はもう一回別の場所にファストトラベルして、更新をかけて何度か繰り返して探してもらうのがいいかと思います。そうするとね、こんな感じで出会うことができますね。バトルができたらいつも通り捕獲をしていきます。でこのヒンバスの進化条件なんですが、これが少し厄介で、ヒンバスに綺麗な鱗を持たせて通信交換というものになってます。最終的に通信交換が必要となるので、ゲンガーの入手方法と同じ感じになってますね。で綺麗な鱗がどこで手に入るかですが、マップでいうとこの東側の水辺付近に落ちてます。ここですね。ここまで準備ができたら、ヒンバスに綺麗な鱗を持たせた状態で通信交換をすることで進化させることができます。ただ進化するのはあくまで通信交換をした相手側で進化することになります。なのでミロカロスを手に入れたい場合は、相手にも同じようにして綺麗な鱗持ちのヒンバスを送ってもらうか、進化したミロカロスをもう一度通信交換で送り返してもらう必要があるので、この点は注意が必要になってます。ちなみにお互いに綺麗な鱗持ちヒンバスを交換する場合ですが、交換前の画面で相手ポケモンの強さを見るを選択すると、相手ポケモンの持ち物を確認することができるので、ここでね、事前にしっかり綺麗な鱗を持っているかを確認しておくといいかと思います。でこの条件を満たした状態で通信交換が完了すると、ヒンバスはミロカロスに進化します。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。